はい、こんにちは、えー、今日はですねタミヤのメイクアップ材シリーズの中から、えー、プラモデルを作るために一番まず欠かせないものそうですねこちらにある接着剤こちらについて、えー、説明をしていきたいと思います接着剤といってもですねプラスチック用の接着剤、えー、例えばエッチングパーツとかその他の素材をつけるための瞬間接着剤であるとかボンド系のものこういったいろんな種類があります何をどこにどう使うんだそういうご質問を受けることが結構多いんです まずはねこちら、えー、タミヤセメントこちらは,はプラスチックをつけるための接着剤ですねでこちらは見てのとりちょっと中がドロッとして瓶に入っています。これをこうパーツに塗ってこうパーツを合わせることでしっかりと接着することができる。 まあ、こちら小瓶のタイプですね。そんなに僕はたくさん使わないよという方の中身は同じです。ただ瓶の容量がね、ちょっと違うタイプなんかもあったりします。私なんかも最近一番多用しているタイプなんですけど、流し込みタイプ。これはあの、見ての通り中がこう、お水のようにサラサラとしてます。こう、部品を合わせておいて、そこにちょんと塗ると、 あの、毛細管現象ですね。お水がさーっと流れていく現象を利用して接着剤が流れ込んできます。よくあるんですけど、接着剤がはみ出してパーツが汚れてしまった。そういうのをほとんど防げます。同じように流し込みでさらに速乾タイプ。あの、より乾燥が早いくらいタイプですね。こちらもあります。接着剤の匂いが苦手という方が結構いらっしゃいます。そういう方におすすめなのがこちらのリモネン系セメント。タミヤリモネンセメントですね。えー、こちらはですね、えー、いい匂い。オレンジの柑橘系の匂いがします。 で刺激の臭がないので例えば小さいお子様にプラモデルを作らせたいなんていう時にも安心して使います接着力はこちらの通常のタイプと変わりません同じリモネンでもやはりこう使いやすい流し込みタイプもあります同じプラスチックでもですねあのちょっと変わった ABS ですねこちらの素材をつけるための接着剤なんかも出ています ちなみにこちらの ABS を接着する時はですねこちらの,あの流し込みタイプこちらもですね使えます ABS の接着にですねただしですね気をつけてくださいこの速乾タイプの方は ABS に向きませんので使えるのはこちらの通常の流し込みタイプこちらが ABS の接着に、えー、同じように使えます覚えておくといいと思います、えー、結構最近使用用途が多いのが瞬間接着剤です最近のキットはまあ金属パーツエッチングパーツとかですねそういう 異種素材同士の接着が結構増えてます。そういったものをプラスチックと接着するために、まあ、瞬間接着剤なんかをつくこれはタミヤさんの接着剤なんですけどもこのボタンをワンプッシュすると必要な量だけがちょんと出るようになってるんですね瞬間接着剤はですねつけすぎ厳禁ですほんのちょっとワンプッシュして出した量をくっつけてグッとパーツの表面で伸ばしてあるとしっかりつきます同じ瞬間接着剤でもでもすね、 名前が瞬間接着剤ですよ、ね、ですからその名の通りこりほとんど瞬間パッとくっついちゃうんですねそれはちょっと困ると例えばパーツの位置がずれちゃったりとかですね斜めについちゃうと困っちゃう,とう時もあるそういう時に便利なこちらのゼリータイプですこれはあの普通の瞬間接着剤がさらさラで流れていくタイプなんですけどこれは本当にゼリーでそこにポンと留まってくれるんですねそしてくっつけた後に、えー、い幾分固まるまでに時間的余裕があります何秒 その間に、例えばパーツの位置修正であるとか、えー、取り付けた場所の修正ができるんですね。ですから、ちょっと自分はパーツがうまく付けられないようなってう方には、ゼリー状をお勧めします。続きまして、ね、こちらの高強度タイプ。こちらは名前の通りですね、例えば、こう、力がかかる部分や重量がかかる部分、ちょっと普通の瞬間接着剤で不安だなと思うようなところに使っていただくと、えー、より強度が増しますのでね、これを使っていただくといいと思います。瞬間接着剤は、 1>, 1回開封してしまうとですねなるべく早く使い切っていただいた方がいいと思います極端な話半年も1年も開封した状態で置いときますとね中で固まってしまったりとかやっぱり接着力が落ちてしまうそういう時にですね便利なのはこちらこういう小分けしたタイプですねこちらがありますこう一個一個切り離してですねまあある意味使い切りですねあの例えば1つのキットを作るのに1個使うかなエッチングパーツを取り付けたそんなにたくさんは使わないなとこれだと 要は他の部分は開封しないで済むわけですから常に新鮮な状態で使るこういうものを使っていただくのもね、いいと思います。これは Easy Sanding。これ何かというとですね、瞬間接着剤を結構あのパテ代わりとかですね、継ぎ目消しに使う場合があるんですね。そういう時、瞬間接着剤の特性として固まった後にかなり硬くなるんです。 そこをヤスリで削ってると肝心の瞬間接着剤が削れなくて周りのプラスチックが削れてしまうっていう,こうちょっと悩みがあるところがこの EG ーーサウンディングはですねあの固まった後もプラスチックにほぼ近い硬さにしかならないんで,すですから研磨が非常に楽で引けた部分であるとかパーツの合わせ目なんかを削るのに非常に便利なんですこれもおすすめですこちらがですね筆塗りタイプですねこちらはこういうふうに刷毛になってますんでピンポイントで塗ってあげる 自分は何かチューブだとどばっとつけちゃう怖さがあるななんて思う方にはおすすめになりますんでねこちらの硬化促進剤なんですけれども瞬間接着剤と組み合わせて使うことで,です、ね、より早くパーツを固定接着することができるんですね片面に瞬間接着剤を塗ります片面にこのハケでこう硬化促進剤を塗っておいてこう組み合わせると本当に一瞬にしてパーツが固定できます次にですねこちら こちらはエポキシ接着剤というタイプです。ね。これは2つの薬品を混ぜ合わせることで、化学反応が起きて硬化して固まりますで。例えばジオラマを作って、プラスチック以外に木とか、そういう一種素材を組み合わせて接着したいなんていう時に、しっかりした強度でつけられます。で2種類の接着剤を混ぜ合わせると、 えー、概ね5分で硬化します。瞬間接着剤のようにこうすぐに固まってしまわないので、えー、ある程度こう、一修正であるとかそういうこともできますのでね、えー、ジオラマの製作とかにはこのエポキシ系の接着剤なんかもおすすめです。こちら、同じくジオラマとかですね、ペーパークラフトとかですね、そういうものを作ったりする時にこちらにつクラフトボンドですねこちらもあの意外と便利ですこう非常に細くしノズルになってますのでこのまま塗って、えー、合わせてくっつけたり こちらこれが例えばそうですね飛行機のキャノピーであるとかカーモデルのクリアパーツですね皆さん経験あると思うんですけど普通のプラスチック用の接着剤を使って白く曇らしてしまったちょっと汚してしまったそういう経験あると思うんですそういう時にあの多用途接着剤を使っていただくと綺麗、えー、につけられるこれはプラスチックをまず溶かしません。 それともう一つはシンバ少しはみ出ても接着剤そのものがクリア透明なので目立たないんですねですからこういうものを使っていただくとクリアパーツの接着飛行機なんかでも翼炭となんか小さいパーツ多いんですけどそういう固定にすごく威力を発揮しますこういった感じでいろんな接着剤をですねそれぞれの用途とかどういうものをくっつけるとかにおいて使い分けていただくとプラモデルもよりこうレベルアップしていけると思うんですね皆さんも是非いろいろ使い分けてみてください では、ね、早速使っていこと思います、えー、こちらまず一番ベーシックなタミヤセメントでねこちら角、えー、瓶用ベースという商品なんですけどこれをこうはめ込んでいただくと接着剤が倒れにくくなりますこのベースですね便利なことにつないでいけるんですねですから机の上にいくつかこういった接着剤を含めて同じ大きさの瓶を並べたりするときにね転倒、えー、防止になりますのでぜひこの辺も使っていただければと思います。タミヤセメントなんですがこういったハケがついています こちらを使ってですね実際にこのパーツを接着してみましょう。ちょっと瓶の縁で刷毛をこうしごいてですね接着剤を少し落とします。そして素早くこう塗っていきます。あんまり時間をかけるとですね乾いちゃうとあの接着が効かなくなりますんで、えー、なるべく効率よくパーツを合わせて押さえます。これでねもう実際パーツはくっついちゃう。 もちろんあの固まるまでにはちょっとお時間かかりますんでね、えー、このまま乾燥させる必要があるんです。でですねもう一つこれを白瓶の接着剤を使ってですね裏技があるんです。今はみ,出せないはみ出さないで塗ってくださいと言ったんですこれをですねあえてちょっと多めに塗ります。例えば飛行機の背中の部分であるとかこういうパーツミサイルとか増装タンクなんかでも使えるんですけどあえてですね接着剤をこういうふうに はみ出させるんですね。このままやはりしっかりと固めます。プラスチック用の接着剤って、このプラスチックを溶かしてくっつけるんですね。ですからはみ出させることで、この継ぎ目を消してくれるんですね。完全に固まった後に、これをまたペーパーを使ってサンディングすることで継ぎ目をうまく消すことができます。パテとかを使わなくても、継ぎ目の処理ができる裏技をありますんでね。ちょっと試してみてください。 それではです、ね、今度は流し込み接着剤について説明をしていきましょう。こういうように本当にお水みたいにサラサラなんですね。こちらで、あと刷毛の方もですも、ね、先ほどのスタンダードに比べるとちょっと先が細くて、面相筆みたいになっていすこれはどういうふうに使うかというと、例えばこういうパーツを合わせて使うんですけど、普通のタイプの接着剤をこう塗っていくとです、ね、どうしても途中で乾いてしまう。 塗ってる途中によしつけるぞっていった時に接着剤がかいてしまう場合があるんでそうするとパーツがくっつきませんですからそういう時に流し込み接着剤は威力を発揮しますこうパーツを合わせますでここの部分とこの部分が接着面になるわけです接着の刷毛の部分でちょっと接着剤を落としてですねスッとこう塗り込んでいくんですねそうするとパーツの隙間に毛細管現象お水が流れ込んでいく現象ですねこれで接着剤の奥まで流れ込んでいきます それを利用してこうくっつけるんですねで。気をつけなきゃいけないのはこれをギュッと押さえてしまうと接着剤が流れ込みにくくなっちゃいますなので少しこう隙間を空けるぐらいにしておいてスッと入れていきます乾燥が早いですですからねこうスーッと入れてプッと押さえてあげるそうするとほらもうくっついちゃってるんですねですから隙間を利用してその隙間に接着剤を流し込んでいくという感覚ですね ここういうふう,にこ、ね、ういに。にれでも今、が綺麗くっつきました。非常に乾燥が早いのでちょっとはみ出たぐらいだとパーツの表面をそんなに溶かしませんですから後から軽くサンディングするだけで綺麗になっちゃいますんで、ね、こういう大きい面積あとはですねもう一つ例えばこういうフィギュアなんかもあるんですけど小さいパーツこのパイロットのフィギュアに首をつける時なんかもえ通常タイプだとこうにちゃっとはみ出てきて汚れてしまったりせっかくの繊細なモールドが潰れてしまうので パーツを合わせておいてちょんってこう塗ってあげるともうこれで首がついちゃうでパーツにはみ出しの汚れもないそういう便利な、えー、流し込み接着剤、えー、こちらをですねぜひ、えー、使ってみてくださいはい流し込み接着剤なんですけどこういったね長物、こういうところでもこう流し込むことでその威力を発揮するんですけれども、えー、ちょっともう一つちょっとこれはね私の裏技になるんですけども接着面積が長いとですね 接着剤の刷毛がこういう風に非常に細くシャープ。これはこれですごく便利なんですけど、なかなかね、何度も何度もつけなきゃいけなくなることがあるんですよ。それをね、ちょっとね、もっと楽にできるようにするのがね、こちらです。まあ、面相筆で,ですね。ちょっとした面相筆。こちらを使ってですね、これを接着剤の刷毛代わりにします。でこの今、速乾タイプなんですけど、こちらを使うと、え付属の刷毛より含みが当然毛の量が多いので良くなります。 それをこういうようにスっと塗っていきます。そうすると何度も何度もつけなくてもこう一気にいけますのでね、こういう形ですっと塗っていきます。で、速乾タイプは先ほども言いましたけれども、若干はみ出てもすぐに乾きます。ですから、プラの表面をそんなに荒らさずに済みます。こういう感じで一気にスっといけます。これもね、覚えておくと便利な裏技だと思います。長物、例えば船の船体の 長い部分の接着、こういった戦闘機や旅客機なんかの胴体の接着なんかに、えー、ぜひね応用してみてください。それでは、えー、今度は瞬間接着剤の使い方についてご説明しましょう。えー、こういった最近カーモデルとか艦船モデルもそうなんですけども、エッチングパーツがどんどん主流になってきました。こういうパーツはですね、やっぱプラスチック系の接着剤では接着できません。そして瞬間接着剤で使うんですけれども、コツはですね、点付けです。 要はベタベタこう瞬間接着剤を塗るとですね逆につきませんし汚くなってしまうことがありますはみ出したりして瞬間接着剤でこの切り出したパーツをつけるんですけれどもこちらをまずこうちょんと点付けです一箇所こうポッとつける感じですねそしてこの上に位置を実際はあの正しい取り付け位置とかをね確認しながらやるんですけどパーツを置きますでキュッと押さえます。 そうすると、瞬間接着剤がパーツの下でサッと伸びてですね、こういう形で固定されます。ですから、つけすぎ注意ですね。次にこちらの、えー、ゼリータイプですね。こちらの瞬間接着剤についてご説明しましょう。えー、先ほどもちょっとご説明した通りですね、普通のタイプに比べて、こちらですね、えー、接着に時間がかかる。ですから、パーツの位置修正とかもしやすいっていうのもあるんですけど、もう一つ、こういったですね、エッチングパーツでありがちなんですけど、 カーモデルのラジエーターグリルなんか使うこれメッシュタイプのパーツですねよく瞬間接着剤がはみ出してせっかくのこのシャープなメッシュが埋もれてしまうことがあるんですねそういうのを防ぐ時にあのゼリー状を使うと便利ですまずねちょっと失敗例をやってみましょう通常タイプをドバッと塗ってですねこのメッシュパーツを乗せてしまうとですね瞬間接着剤がメッシュの間に流れ込んでいって え全部埋まってしまうんですねこうなってしまうとせっかくのエッチングパーツが台無しになってしまいますそこでゼリー状タイプを使うとこういう失敗を防げますププラかか何かにゼリー状タイプをちょっと出します。そして爪楊枝みたいな先端のこう細いもので瞬間接着剤ゼリー状の瞬間接着剤をちょんと塗っておきますこれはあの通常タイプみたいにサッと伸びませんあのゼリー状タイプですからねでここに エッチングパーツを乗せてあげると、下のさっきの失敗例と比べてみてわかるように広がらないんですね。ですからピンポイントで止められます。ですから接着剤のはみ出しでこのエッチングの目が埋まることを防げるんで、ぜひ、ね、こういう使い方をゼリー状タイプでしてあげてください。こちらは高強度タイプの瞬間接着剤ですね。ちょっと重量がかかるようなところをしっかりつけたいときなんかに使うと便利です。 例えばこちらの戦の車のキット、これ、ダイキャスト写真なんですね。で、天輪パーツはプラスです。これはやっぱちょっと重量が噛んで、こういうところはしっかりつけたいなと思った時に、こちらの高強度タイプを、これもね、つけすぎ注意です。ちょっと塗ります。そして、プラスチックの天輪パーツをこうはめます。位置が曲がらないように、こういう感じですね。通常の瞬間接着剤より強度がありますんで、ダイキャストの重量もしっかり支えてくれます。 はい、じゃあです、ね、こちら、イージーサンディングについてご説明しましょう。こちらは瞬間接着剤なんですけれども、えー、実はですね、よくやってしまうのが、ゲートを切り離すとき、ついうっかりこうカッターでえぐってしまった、こういう傷ができてしまったような場合、これはもう、えー、修正しない限りはね、消えてくれないんですけど、昔だったらこういうのは、あのラッカーパテですね、チューブに入った、あちらを使って修正したんですけれども。 ラッカーパテはですねやっぱ乾燥に時間がかかるラッカーパテを塗って半日ぐらいはちょっと触れないそれとラッカーパテはどうしても芯なを含んでるので乾燥した後に若干こう痩せるんですねそうするとまた傷が出てきてしまったりというね、えー、ことがあるんですイージーサンディングは瞬間接着剤ですですから効果が早いですあの作業が効率よく進められるというねメリットがあます。で実際にやってみましょうこういうふうにプラ板の上にイージーサンディングを少し出します 爪楊枝を使ってですね。傷がついたパーツに盛るような感じですね。少し塗っていきます。ドロッとしてますから、結構綺麗に盛り上がってくる。この状態で、えー、ちょっと乾かします。はい、えー、このようにですね。先ほどイージーサンディングを持ったところですね。これが完全に固まったところを確認します。もう隙間も埋まってますね。とは言っても、もうあのやっぱパテの使い方ですかど、ちょっと盛り上がって。 ここをフィニッシングペーパーパでで削ってあげるわけです先ほども言いましたけど、イージーサンディングはあのプラスチックにほぼ近い硬さなんですね。ですからあの、こういう研磨作業も非常にやりやすいです。周りのプラスチックが削れてしまって、パーツの形状がちょっと変わっちゃったなんてトラブルを防げるわけですね。そうすると、もう先ほどの傷が綺麗に埋まってます。 じゃあ次にですね、こちら、瞬間接着剤用の硬化促進剤。こちらについて説明をしましょう、えー。瞬間接着剤をより早く固めてくれるものなので、接着面積が少ないパーツなんかの取り付けにね、例えば自分で工作をして、こう、プラ板にプラ棒を固定したいななんていう時に使うと便利ですよ。で、パーツの方に瞬間接着剤を塗ります。そして、硬化促進剤を塗っておきます。で、えいやっとこう固定してあげるわけですね。 そうすると、ここで反応が起きて、こういうふうに、もう、つきます。で、えー、こういうふうにですね、持っても、もう、しっかりと、くっついてくれますのでね。えー、効率よく作業が進められると思います。はい、えー、接着剤なんですけれども、皆さんがよくトラブルの質問を受けます。接着剤を、こう、パーツに合わせた時にですね、はみ出て。それで、パーツの表面が荒れてしまった。あとは、ついうっかり接着したところ、こう、触って指紋の跡がついてしまった。 瞬間接着剤なんかもそうなんですけ、ね、ど、そういうトラブルが起きてしまうことがあります。で、そういう時にですね、皆さん大体慌てちゃうんですね。そうするとティッシュでこう拭き取ろうとしたりとかしてですね。そうするとティッシュの繊維がこう残ってしまって、かえって傷口、汚れを広げてしまうことがあるんですね。ですからそういうトラブルが出た時は、まず乾かす。接着剤を完全に乾燥させるということですね。できれば一晩ぐらい置いてあげてください。そうすると接着剤が完全に乾きます。そうしたら、 パーツの表面をフィニッシングペーパーなりで荒れた部分をこすってあげる。えー、研磨して表面を整えてあげるわけですね。そうすれば綺麗に特にこういう曲面のパーツなんかは、えー、同じヤスリでもこういうスポンジヤスリを使ってあげると綺麗に整えることができますんでね。何は止まれ慌てずに乾燥させて、そして、えー、リカバリーをしていく。それを頭に入れておいてください。はい。次にこちら。えー、タミヤ多用途接着剤。 クリアですね、こちらはです、ね、プラスチックだけではなく木材なんかの接着剤も使えるタイプですね、前の名前の通りですね、多様と接着剤。でもう1つ大きな特徴がです、ね、プラスチックを溶かさない、えー、つまりプラスチック、それにさらにです、ね、塗料も溶かさないんですね、その特徴を生かしてです、ねえー、クリアパーツとかメッキパーツの接着固定に使えるんです。接着剤自体はこういうちょっと粘りのあるね、で透明です、これをちょっと出します。 飛行機のキャノピーです、ね、これなんか特に接着代がないんです、ね、直接パーツにこうクリアパーツを固定するようになるのでクリアを接着面に。